せっかくユーフィー来てくれてますんで、まあまあ返しますけどね。はい、はい、ユーフィー、お邪魔します。寺島ユーフィーでーす。ちょっと待ってユーフィー、ちょっと今周り片付けるから今。はい、よろしくお願いします。片付けるせっかくなんで、ユーフィーちょっとね、ちっちゃくなっちゃってますね。今日昨日はなんかちょっとしか最後来れなかったので。そうなんです、昨日はちょこっとしかいられなかったんで、今日は朝からキャライベントを満喫させていただいております。なんかガタちゃん、あっちすごいんでしょ、お客さん。ユーフィーもあっち、どうだったの。あっち、あのフラッシーが来てた時、うん、あのね、もうね、うん、何もできないから怒ったよ。あ、そう、もうこっち結構空いてたよ。そうだからね、その時にね、だこういう時にユーフィーとかに ね、出てもらえればいいのに。いやいやいや、あ、いやいや、まあいいや。あの、ユーフィーメジャーデビューしまして、ありがとうございます。今ね、ユーフィーって歌ってもらったりしてできるの。それダメ、怒られちゃうの。今はあ、まあダメなんか、ガタちゃんの曲だ。あ、ガタちゃんの曲、ガタちゃんの曲、せっかくなんで持ってきてない。あ、持ってきてない。じゃあアカペラで。おお、お願いですか。これお願いしてもお金発生しない、大丈夫。言っときます、マネージャーに。お願いします。ごめんね、ガタコさんから言ってことです。はい、ガタちゃんに払ってもらうんで大丈夫です。じゃあせっかくなんでね、ユーフィーに1曲ね、はい、お願いしたいと思うので。ありがとうございます。じゃあ手拍子をお願いします。はい、今ガタちゃんの PR ステージということなんで、じゃあガタゴロのプロフィール紹介から軽くいきましょうか。もう、ね、あのフリーな時間なんで今。あ、いいんですか、大丈夫ですか。どうぞどうぞ。はい、佐賀県の有明海から来ました、有明ガタゴロです。永遠の56歳なんでしょ。6月2日むつの日に、56歳になったばかりのガタゴロです。よろしくお願いします。カエルじゃなくてムツゴロウだよって。ケロケロキャラがブレブレですけど、ガタちゃん佐賀から今日ははるばるやってきました。あっちに、ブースもあるので、海苔とか、あの有明の美味しい海苔とか売ってるので、ぜひ見ていただけたらと思いますが、あとマスコットもね、こんな可愛いマスコットがこの白川から発売開始になったので、ぜひ見ていただきたいなと思います。それでは、ガタゴロウのテーマソングがあるので、ちょっと即興ですけれども、じゃあ一緒にかかるかな。あ、かかるって、かかるみたい。じゃあ音楽ありでいけますかね。それでは、ガタゴロウのテーマソング、ガタちゃん、いきたいと思います。お願いします。綺麗になりましたね。なんか一
気に浄化されたよね。一気にね。なんかユキ宣伝とかあればいいんですか、私の宣伝なんですけど。ありがとうございます。私今日はあのガタゴロ のお手伝いというか今それで呼んでいただきましたけれども、ゆるキャラさん、ご当地キャラさん大好きで、あのキャラクターイベントによく出没している、本職はアイドルをやっております。あ、ありがとう。5月20日にメジャーデビューシングル「ふへへへへへへへ大作戦」という曲がリリースになりまして、ミュージックビデオには群馬ちゃんに出演していただいてます。その他の曲も、うなりくんやふっかちゃんたちに出演していただいた曲がいろいろ YouTube に載ってるので、ぜひ寺島ヨフで検索して、かわいいビデオを見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません急に。で、今のお邪魔しました。今歌った分はガタちゃんの方でお金払ってね。はい、ガタちゃん後で、あのユニバーサルミュージックからガタちゃんに成長が来るんで、ちょっとこれ俺も急にやっちゃったからガタちゃん責任取ってね。はい、じゃあ以上で、はい、お邪魔しました。ユーピーでした。ガタちゃんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ豆肉にマイク返します。ね、じゃあ一応これで皆さん午前中、はい、ルマさん、はい、これでステージ、ね、はい、午前中が終わりになりますけども、決めましょう。一応ね、そこ今見た、プリンが汚れてんだよね。ここでほらプリンのシミがあるんだよね、そこね。あー、もうこれ、ね、マジで、こういうね、おいらの指がさ、ジンジャーエール染みたんだよね。一応そこは掃除してってください。うわ、それはちょっと、はい、なんだよ、畜生。わー、こんなさあ、それでじゃあ、みんな PA さんもみんなも休憩したがってるので、はい、皆さんそろそろ、それでは皆様、じゃあルマさん一応これで午前中、はい、はい、終了となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で、お客さんもね、だいぶ今増えてますんで、ね、食の方もいっぱい食べていただいて。そうなんですよ、ぜひ食べていただきたい。ちょっとルマさんにマイク渡して。はい、豆乳くんマイク貸して。はい、すいません。もう、はい、ルマさんこっち使って。はい、はい、皆さん食の方もね、いっぱい食べていただいて、はい、ぜひ食べていただきたい。で、ルマさんももしよかったらこの後ね、食レポなんかもそうね、やりつつ、はい、このマイク持ちつつここら辺ぐるぐるいた、ね、いたれたいなと思っております。で、この後ステージとしては13時35分、はい、13時35分から、はい、石田洋介さんのステージが、これ一応2日間で最後のステージ、ね、一応予定ではオーラスな感じで、はい、オーラスになりますので、6回やっていただいたステージ、はい、多分次はね、みんなけっぱいキャラ来てくれると思うので、ね、ありがたい、はい、最後大盛り上がりでしたいと思います。ガタちゃんも来てくれる、ガタちゃんも来てくれる、うん、で、この後、11時50分から、はい、向こうで、11時40分だっけ、確かに40分、あ、50分、はい、11時50分からパレードがこの後もまた今日はありますので、はい、皆さんこの後行くかと思うんですけども、行く前にね、食べていただいて ね、ぜひぜひ食べて、ちょっと水分もたくさん取って、はい、みんなこの後もパレードも楽しんでもらいたいと思います。はい、はい、それでは以上で、うわ、なんか、あと佐野丸は何、ここにいていいの。そうそうそう、私もね、すごくそれを思ってるんだよ。佐野丸はいいの、ここで、このキャラクターの中で、いいの、いいの、うん、雑踏に入っていいってこと。いいならいいけど、まあ、うん、じゃあ以上で、ね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ以上で締めたいと思います。皆さん午前中ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ午後も盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきます。みんな熱中症気をつけてね。はい、じゃあキャラたちは、お昼休憩ということで、はい、撤収、はい。